味方が、デッドボールを受けた時や、過剰な挑発行為で、侮辱された時に行われる、報復行為。味方投手が、相手の打者に与える報復支給は、メジャーリーグでは、おなじみの光景ですよね。NPB では、話題になることが少ないため、目立ちませんが、NPB でも、報復事件が起こっていたことを、ご存知でしょうか。今回は日本のプロ野球で起きた、報復事件4選を、ご紹介していきたいと思います。この動画が面白かったら、チャンネル登録お願いします。1994年5月11日、ヤクルト対巨人。1994年5月11日、ヤクルト対巨人の一戦での出来事でした。この試合、2回表にヤクルト先発、西村雄二の投じた抜け球が、巨人の村田新一の頭部に直撃します。衝撃のあまり、バッターボックス付近で倒れ込んだ村田はすぐに立ち上がり、怒りの表情を見せ、マウンドの西村へと歩み寄りました。しかし、数歩進んだところで村田、再び倒れ込んでしまい、その後起き上がることができず、担架に乗せられ負傷退場となります。そして3回裏、西村に打順が回り打席に立つと、今度は巨人の木田正雄は、西村の左腰付近に明らかな、報復支給を与えました。誰がどう見ても狙って投げた木田の投球に、ヤクルトの村勝也監督は、球審にも抗議します。その後試合は進み、7回表、巨人のグラッテンの打席で、西村が投じた内角高めのボールが少し抜けてしまい、当たりはしませんでしたが、グラッテンが倒れ込むほどの危ないコースとなりました。その投球に、激高したグラッテンは、すぐに起き上がると、マウンドの西村に詰め寄ろうとし、そしてそれを止めに入った、星の中西近下に、ぐってかかり、マスク越しに殴りつけます。それを見て、両軍入り乱れる大乱闘騒ぎとなり、グランドのあちこちで、揉み合いが発生しました。結局、グラッテンと中西は暴力行為で退場、西村も危険投球ということで退場処分を受けます。またこの試合は、当時のセリーグ会長、川島博盛が感染していたこともあり、報復合戦の末、乱闘騒ぎとなったこの試合の翌日には、グラッテン、中西、西村に事情聴取を行う異例の事態に発展しました。そして事態を重く見たセリーグは緊急理事会を開き、故意、過失問わず頭部に支給を与えた投手は退場。という、新たなプロ野球規約を定めたのである。2013年5月12日、ヤクルト対阪神。2013年5月12日、ヤクルト対阪神の一戦での出来事でした。4回1失1、3塁、阪神は藤井明のセンターフライに3走マートンが、タッチアップした。遊撃手を中継した送球はアウトのタイミング。落球を狙ったマートンが、捕手の田中正彦に覆いかぶさるようタックルした。吹き飛ばされた田中がボールを離さずアウトとなったが、指揮官、中西バッテリーコーチがベンチを飛び出し、一触即発の事態に。そして、その日の解説者、辰川氏が激怒した。マートンふざけるな、あんなことしちゃダメですよ。僕がもしあれだったら、絶対ぶつけますよ。怒りが収まらない辰川氏は、マートンに同じように頭にボール、ぶつけてもいいですよ。と言ってはいけない発言が飛び出すほどでした。6回1死のマートンの初球には、ヤギが、背中の後方に投げる、往復を行い、両軍に不穏な空気が流れた。田中は5回の守備から交代し、松山市内の病院で検査を受けた結果、左鎖骨の骨折と判明した。この負傷が2016年の、コリジョンルール、導入のきっかけとなった。田中に、次やったら、俺がやり返してやるから、と約束していたチームメイトの相川良二が、9月14日に自身がマートンのタックルを受け、乱闘事件を起こしている。2010年4月9日、ロッテ対西武戦。2010年4月9日、ロッテ対西武戦の出来事でした。初回、スリーランを放ったロッテ神戸、匠が喜びのあまり一塁、ベンチ前で右翼席に向かって、当時の人気グラビアアイドル、インリンカおまけの、M 字開脚の、ポーズを披露してしまいました。当然ながら、西武側は侮辱行為と受け止め、自打席の3回に、西武、涌井秀明から、報復支給を受けました。直後、両軍ベンチから全員が、本塁付近に集まり、ちょっとした睨み合いに。しかし、激高していたのはロッテ金森英治、打撃コーチら数人で、他のロッテナインは、やっぱりな、という表情で冷静でした。神戸自身も試合後に、やるつもりはなかった。
出ちゃいました、と言い、故意的なものはないと思う。ライオンズの方々に悪いことをした、と反省。そして、その後同じチームになった涌井と神戸は和解しています。2007年4月19日、ヤクルト対横浜。2007年4月19日、神宮球場で行われたヤクルト対横浜戦の出来事でした。この試合は横浜が初回にいきなり6点を奪うと、その後6回までに4点を追加し、計10得点。一方のヤクルトは6回まで無得点と横浜が圧倒的に優位の状況で試合が進んだ。事件が起こったのは、10対0、と横浜10点リードのまま迎えた7回表。この回横浜は1点を追加し、なおも2塁1塁の状況で、1塁ランナーの石川武弘が、2投完工。すると、捕手を務めていたヤクルト選手兼任監督、古田敦也は、何走っとんねんこらー。と激怒。さらに、マウンドの遠藤正孝も同様の思いだったのか。打席の内川誠一の背中に直球を直撃させた。明らかな報復行為に球場がどよめく中、内川は痛みに悶絶しながらも一塁へ。しかし、ヤクルト側の怒りは収まらなかったのか、続く村田修一にも危険な球を投じた。内川には直球をぶつけたが、村田にはすっぽ抜けたカーブのような球を頭部に直撃させた。すると、横浜側も堪忍袋の緒が切れたのか、ベンチから選手コーチが飛び出し、マウンド上の遠藤の元へ。これを見たヤクルト側の選手コーチもマウンドに殺到し、両チームは押し合いへ試合の乱闘に発展した。しばらくして乱闘が沈静化した後、審判団は遠藤に危険球退場を宣告。しかし、古田監督は村田への死球が避けられる球だったとして、審判に、お前常識持ってんのか？なんでお前らに敬語使わなあかんのや、と言いたい放題。これらの発言が侮辱行為と判断され、自身も退場を宣告される羽目になってしまった。試合はその後14対1で横浜が大勝したが、古田監督は試合後も、危険球は納得がいかない。村田が頭を下げなければ当たらない球だった、と怒り心頭。また、この試合は古田監督にとって通算2000試合目という記念すべきゲームだったが、2000試合も出てるが、その中でワーストの試合になった、と現役生活で最低の試合だと口にしている。大差で盗塁してはいけない、をはじめとした不文律は、劣勢に追い込まれた対戦相手に敬意を表するため、そして体制が決した試合でいたずらに記録が作られるのを防ぐために形成されてきたとされている。こうした概念があるため、破った場合は相手チームに侮辱行為と捉えられやすく、その後の報復行為も招きやすくなっているのは事実である。ただ、選手たちは野球に対する情熱が強く、ヒートアップすることも多々あります。現在のプロ野球はルールも変わり、少しずつではあるが報復行為は減っています。今回は報復行為というテーマでお届けしました。この動画が面白かったらチャンネル登録してくれたら嬉しいです。